シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は無料でできる自家製腐葉土の土作りをやっていきたいと思います。家庭菜園ライフのこちらの動画で昨年自家製腐葉土を作ってみました。ちょうど半年以上経過しましたので状況を見ていきたいと思います。腐葉土というのはかなり時間がかかりますので少し手間はかかりますが、原材料が無料なので誰でも作ることができます。今日はその使い方もご紹介してまいります。最後に質問にもお答えていきますのでぜひご覧ください。では行ってみましょう。本題に入る前に皆さんにちょっとメッセージがあります。こちらご覧ください。セア畑の方にメッセージを書いて貼り付けておるんですが、夏野菜の見切りをつけてそろそろ秋冬野菜に切り替えていきましょう。秋冬野菜がスタートが遅れますと厄介なことにできるものができなくなってしまいます。簡単に紹介しますと、白菜またはキャベツ等が結球しづらくなりますので、時期を遅らせないように適時に植え付けをやってみてください。その準備に使う腐葉土を見ていきましょう。腐葉土についてご紹介していきます。腐葉土といいますのは落ち葉等を利用して作られたものです。土壌の水はけの改善や微生物の活動を活発にする資材でも有名です。こちらをご覧ください。これは市販の腐葉土です。かなり細かく分解されております。間もなく土の状態まで近づいております。匂いなどもほとんどなく乾燥して違和感がありません。腐葉土はここまで細かく分解するまでにはかなり時間がかかります。ですので腐葉土は原材料はかからないと思うのですが、品質がいい腐葉土に関してはかなりコスト的には高くかかると思います。大量に使う場合には資材費がかかると思われます。そこで家庭菜園の皆さんであれば落ち葉を拾って無料で作るという方法もいいかもしれません。では実際に仕込んであるものを見ていきましょう。では実際に作ってる腐葉土を見ていきます。こちらが作成した腐葉土です。このようにプランターに入れてぼかし火を入れて発酵しております。実際にどうなったか見ていきましょう。開けてみます。発酵というよりも色が黒ずんでおりますね。市販の腐葉土とほとんど変わらない状態の色で、葉は原型をとどめておりますがほとんどもう完成していると思います。ちょっと手でほぐしてみます。結構下の方も黒ずんで分解が終わっております。立派な腐葉土ですね。水はけも良くなりますし、今後土の中に入れても微生物が大量に増えることと思います。広げてみます。ちょっと湿ってますが腐葉土と同じような状態です。分解させてみたんですけども、まだ中に葉っぱが黄色いものとかいろいろありますので、完全な腐葉土としての色ではないんですね。あともう少し置いとけば完全に真っ黒な腐葉土ができると思います。今回は一部使って残りの一部はもう少し分解させて保管してみたいと思います。もう一つ実は自家製で作ってるものがあります。もみ殻にぼかし火を混ぜてもみ殻堆肥を作っております。これは排水性改善にも役立ちますし、窒素リン酸カリの補給としても効果があり、元肥で使えるようなものを作っております。どのようになってるかちょっと見てみたいと思います。では開けてみます。これも半年ぐらい経っております。完全な分解とは言いませんけども、このような形でもみ殻が完全に黒くなるということは何年も経つんですけども、このようにできていると思います。以前は発酵臭みたいなのがしたんですけども、何とも言えない匂いなんですね。だいぶ発酵臭がなくなってきてサラサラとしてます。もうちょっと半熟に近いものかと思ったんですけども、もう少しかかりそうですね。これでも使える状態です。
通常のもみ殻よりも柔らかくてぼかし比に近いような効果が期待できると思います。これも少し投入してみます。では今回は大根の畝にこの2つの資材を使っていきたいと思います。大根というのは窒素、リン酸、カリというものをあまり投入しすぎますと叉根になったりアブラムシが寄ってきたりしますので、ほとんど肥料を入れなくてできる野菜だと思います。肥料型になりますと逆に失敗する可能性がありますので注意が必要です。自家製のぼかし肥ともみ殻堆肥を、この2種類を土の中に混ぜ込んでみたいと思います。これだけで栽培していきたいと思います。それではやっていきましょう。腐葉土を畝の上に撒いていきます。市販のものよりも結構粗いのでしっかりと耕して土の中に埋め込む形で耕してみてください。次にもみ殻堆肥を撒いていきます。生のもみ殻を入れますと窒素飢餓が発生しますが、堆肥化されている状態に近いのでこちらも起きないと思います。ではしっかり耕してみます。しっかり砕きながら入れていきましょう。これでおおよそ2週間から3週間寝かした後に大根の種をまいていきたいと思います。では畝の状態にしていきます。大根の栽培ですのでちょっと高畝に作ります。ちなみにマリーゴールドは根こぶ線虫対策にすき込んでおります。大根というのは高畝で育てた方が深く根が伸びて生育が良くなると思います。平畝でも問題はないんですが、できれば若干通常の畝よりも高く作った方がいいかと思います。また水はけが悪い土壌などは高畝にしてみてください。これで畝が出来上がりました。このままの状態で 2,3 週間置いときます。大根栽培まで期間がありますので太陽熱消毒をやっていきたいと思います。投入したもみ殻堆肥や腐葉土も分解が促進されたり、太陽熱消毒をした後に微生物が増殖する効果が期待できます。ではやっていきます。畝に水を入れます。たっぷりと水をかけていきます。落ち葉は生ですき込む方もいるんですが、分解までに時間がかかりますので、このように腐葉土にしてから投入した方がいいと思います。先ほどのようにプランターで作ることができますので、ぜひやってみてください。大量に作る場合は残骸置き場などを作ってその中で発酵させます。太陽熱消毒は水が吸い込まれなくなるまで水をかけてみてください。ポイントはこの水です。水かけが終わりました。あとは透明マルチを張っていきます。高畝にしますと裾の部分が短くなってしまいますので、そこら辺をよく調整して畝を作ってみてください。隙間が空いていますと効果を発揮できなくなりますので、しっかりと密封状態を作ってみてください。しっかり裾を埋めていきます。太陽熱消毒の作業が完成しました。それではご質問コーナーです。こちらの太陽熱消毒の動画にコメントをいただきました。熱処理の後すぐに苗を植え付けることができますかというコメントです。透明マルチを剥いですぐに種、苗を植えても何ら差し支えありませんので全く問題ありません。その際あまり深く耕して種、苗を植えないようにしていただきたいと思います。また透明マルチのまま種まき、苗を植えをするのは NG です。地温が高くなりますので注意してみてください。頑張ってください。今日は無料でできる腐葉土の使い方をご紹介していきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。またねー。